えなんとね小舟ちゃんは亡くなったけどと、えーま、ちゃんは、えー、これ見てどっかで笑ってくれてますよってことなんですけどなんと小舟ちゃんが亡くなったであろう場所にもうファンの人がこのようなことをもしてるんですよね生々しいよね本当にこれね子供がさ車で跳ねられたみたいになってますよね これに関してさ、まあ、ガチだっていう人もいれば、こういう美人配信者は、男ができたらね、男ができたっていうのを、その、今までね、見ついてくれたリスナーになんか逆ら見されるから、それを言えなくて、こういう形でフェードアウトしたっていう声もあって、まあ、真相はね、ちょっとわかりませんね。 ただニュースになってないからね。報道規制入ったのか。ま、ゆいがさんの時はなったからね。まだ、はっきりしてないんだよね。としか言えないです。以上です。どうもありがとうございました。